伊佐座会館は、京都府舞鶴市引き土にある文化交流施設。神戸市出身の元美術講師、浦岡祐介が、空き物件であった、旧馬内町内会の集会所に、用務員として住み込み、開設、運営している施設の施設である。本項目では、伊佐座会館で行われている、舞鶴ご近所大学についても記述する。伊佐佐会館は、2015年4月12日に、 解説された。用務員が元美術講師であったこともあり、イサザ会館をアート活動と地域活動の拠点として様々なイベントを行っている。会館の名称になっているイサザは高野川を遡る魚、イサザにちなんでいる。会館日は月、日、土、日。レンタルスペースとしても利用化。舞鶴、ご近所大学はイサザ会館の企画である。 学長は、伊佐坂井官用務員の浦岡が務める。様々な肩書きを持つ舞鶴市内外の一般人が教授となり、多彩なワークショップを催している。また、ネットを通じてこの取り組みを知った有志により、東京都や広島県でも企画されるなど広がりを見せている。現在開設されている講座は以下の通り、4月には周年イベントを開催している。ありがとうございます。